12.7メートル MM20 機関銃を搭載した M153 クローズ、2クローズはアメリカ合衆国で調達、運用されている RWS の故障である。最初に配備された M101 クローズと、その後改良型として配備された M153 クローズ2の2種類のモデルがあるが、両者は全く別のメーカーの製品をアメリカ軍がそれぞれ正式採用したものであって、 M153 クローズ2は M101 クローズの直接の後継機種というわけではない。クローズはアメリカ軍による要求仕様に基づいて調達、配備された RWS である。5.56メートル mm249 軽機関銃、7.62メートル mm240 汎用機関銃、12.7メートル mm20 機関銃、 マーク 1940mm グレネードランチャーを装備可能で周囲360度の旋回能力、上方60度下方20度の行不角を持ち、ジャイロスタビライザーにより安定化されている。標準用光学機器として可視光用、ビデオカメラ、赤外線暗視カメラ、レーザーレンジファインダーが搭載されており、弾道計算用の FCS を持つ。MAX Pro の車内で、 M153 クローズ2を操作する、米軍兵士。2012年、アフガニスタン。2004年に、イラク中流アメリカ軍に配備が始まった M101 クローズは、リコンオプチカルインク製の RWS であるレイブン、R-400 を、アメリカ軍が正式化したもので、特殊部隊、憲兵隊、不評部隊、輸送部隊などに配備された。M101 クローズは、 約560機がアメリカ軍に配備された。2006年にはオーストラリア軍のブッシュマスター IMV への搭載用に44機の R-400 をオーストラリアが購入し、アメリカ以外の初のユーザーとなった。後にオランダ陸軍がオーストラリアからブッシュマスター IMV を緊急購入した際、R-400RWS が装備された。 車両もオランダ軍に導入された。2007年8月に調達契約が交わされた M153、クローズ2はノルウェーのコングスベルグディフェンスエアロスペース車製のプロテクター RWS シリーズの機種である M153 プロテクターをアメリカ軍が採用したもので、当初から M101 クローズを大きく上回る約6500機がアメリカ軍に導入された。 2009年には、アメリカ軍の調達数が約1万機強に増やされている。M153 プロテクターの前身である M151 プロテクターは、アメリカ陸軍のストライカー装甲車の標準装備として配備されていたため、運用評価が進んでいたことや、保守部品の互換性などの優位性があったものとみられる。M153 クローズ2は、半 B。 M1A に SEPV に各種エンラッペに幅広く搭載されている。アメリカ合衆国オーストラリアオランダ。ありがとうございます。